せーの、ハロー。ゆみです。りくです。はい、ということで、今日はいつも月末にやるようにしている本年品紹介を行っていきたいと思います。11月分。まずはゆみさんから。はい、ということで、私が買ったのはまずサプリB12 は、なんかちょっと私下ベロンのトラブルがあって、なんか B12 はいいって書いてあったのでサプリを買いました。結構こっちってサプリ文化ですよね。うん、すごい。はい、で2つ目がそれもちょっと下関連なんですけど、ちょっとあのこっちの歯磨き、カナダの歯磨き粉を使ってたんですけど、やっぱりなんかちょっと刺激が強いのかなと思って、日本の歯ブラシ、歯磨き粉オレツ買いました。日本のダブルプライスかな、6ドル。6ドル7ドルか、500円以上高いよね。で、あとはこれがあのハンドサニタイザー、すごいいい匂いで、私が買ったのはラベンダーとジャスミン。これはカナダのブランドみたいで、メイドインカナダでビーガン、なんかね、ロッキーマウンテン、いい感じ、可愛いです。はい、で、私たちおなじみの、はい、こちら、The Ordinary で買ったのがビュッフェっていう美容液なんですけど、これ結構日本でもなんか有名みたいで、なんか肌がすごいもちもち、アンチエイジングみたいな、もちもちになるやつ、すごいいい感じです。で、あともう一個買ったのが、これがヘアケアで、髪の毛がちょっとなんていうの、ぺちゃんこだったのがちょっとふわってなったりとか、まあ、ちょっと抜けやすいのがちょっと収まったりとかするっていうことで、これを使ってます。ちなみに使ってどれぐらい？使って2週間ぐらいかな。どう、でも変化はやっぱりあの髪今結んでるからあれですけど、下ろした時にちょっとふわってなってる気はしますね。うん、ちょっとなんか元気が出た感じ、髪の毛、でアルロン酸かな、はい、のこれも美容液で、これもまあアンチエイジングみたいな感じで、こちらも使って、すごいいい感じ。ね、もちもちするよね。もちもちする。で、これが、そう、これがカフェインの入った美容液で、これは目の周りのたるみだったりとか、なんかクマ、を取るっていうことで、でもちょっとこれ私ね、今毎日使えてなくて、なんとも言えないんですけど、クマはね、ちょっと結構私クマがすごい方なので、クマにはまだちょっと効果ないけど、これをつけてから目のなんかあの腫れがなくなったっていうか、朝起きた時に結構なんか目が腫れたりしてたのがちょっといいかなって、むくみが取れる。あ、そうむくみがっていうやつですね。で、最後これもちょっと気になってたやつで、あのファンデーション、ファンデーションを買いました。で、ちょっと色味がすっごい、このファンデーションってめちゃめちゃたくさんあって、あのお店に買いに行ったらお姉さんにどの色がいいって選んでもらって、買ったやつで結構ドンピシャな感じで、いい感じで使ってます。どうです、カバー力。カバー力はあのね、私はどっちかって言ったらすごいカバーされるよりはナチュラルな方が好きなので、これはね、どっちかって言ったらね、結構カバー力が私にとってはある方かなって思った、もうってことはつけてると、じゃあつけてるっていう感じってこと、すごいなんかカーンって感じ。やっぱ好きな人は好きかもしれないけど、別に嫌いじゃないんだけど、ちょっと私はピカンってなりすぎたから、ちょっとだけオフしてみたいな感じでした。でも色はやっぱ合ってる感じ。色は合ってた、そう。これで私の購入品は全てです。はい、リクさん。じゃあ私の購入品、もうジオーリナリーで続きなんで、私もこのジオーリナリーの、これ2本目なんだけど、クレンザーを買いました。もうこのクレンザーがすごい良くて、あの少量出して手のひらでオイルにしてから塗るのね、でマッサージしながら塗る、化粧を落としていくんだけど、あの洗い流した後に、あの普通の化粧品だと普通の化粧落としだとパキッてなるんだけど、もっちもち、でこれは1本目がまだ全然あるんだけど、あのもう良いから、これ大きいサイズだよね、リピートで買いました。うん、これいい。
おすすめで、次が、乳液かな、乳液クリームみたいな、これも私こうリピート買いなんだけど、うん、ずっと保湿されてる感じがするのね、うん、朝になっても、うん、カナダのバンクーバーってすごいドライなんだけど、はいはい、これは朝起きても本当に肌がピキッとしなくってもちっとしてる感じがするから、うん、これもまた2本目でまだ使ってるけど買いました。で、3本目これが、マリンヒアルロン酸っていうやつで、どちらかというとすごいサラサラしてるから、うんうんうん、朝使用してます。朝使う用なんだ、うん、私は勝手に朝と夜いいんだけど、うんうん、これはもう朝用にしてます、うん、で次これが何なんていうの、乳酸じゃない、乳酸か、分かんない、違うかも。これはクマだったりとか、うんうん、あとはシミとかをなんかその抑えるというか消すというか成分が入ってて、うんうん、すごいこっちに比べたらドロッとしてるのね。でも乗せた時にすっごいサラサラだしもちもちなの。これは夜使ってます。それってなんか毎日使う？私は毎日使ってるかな、うん、おすすめです。で次もう今の時期には絶対いいの、これユミさんとお揃いで買ってハンドサネタイザーで、これがラベンダー、はい、でこれがジャスミン、もうすごいいい匂いでね、うん、で普通のハンドサネタイザーってアルコールが強いのか、なんかガッサラガサラサになっちゃうんだよね。これすごい、ね、そう、これなんかビーガンでメイドインカナダで、うん、GMO フリーであとナチュラル、うん、でもアルコール度数が 60% から 80%、うん、みたいな感じで入ってて、で匂いもよくって、うん、塗った後にねサラサラなんだよ。すごいサラサラ、びっくりしたね、うん、そこまで高くないから、うん、6ドル7ドル、うん、からおすすめ、うん、ね、ベビーローション乾燥がすごいから、うん、で乾燥がすごいんだけど敏感肌でもあるから下手なものが私はちょっと使えなくて、赤ちゃん用ってさ、なんて低刺激、うん、だからすごい塗ってても、うん、もちもちするし水分入ってるなって感じがするんだけど、うん、一つこれがダメなのが匂い。何の匂い？匂いがね、パウ、うん、なんかすごい独特の匂いで、うん、ちょっとうんって感じなんだけど、でもまあ使用してます、うん、で最後洋服1点、もうみんな大好きユニクロ。ユニクロ1枚あると使えるね。そうだね、これはもね、さらっと着れてね、うん、でこれはすごいね、心地が良くてね、安かったから買いました、うん、じゃあそんな感じ で私たちの購入品は以上です。はい、はい、この動画が良ければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。